皆さんこんにちは、まさきです。今日はね、自分の楽器を紹介してみたいと思います。たまたま明後日に、ブルノート東京で毎年やってるギターサミットっていうのがあって、でそのためにちょっと今日は自分の機材をちょっといろんなものとこう組み合わせようと思って、今日はちょっとこうやってね、機材をいろいろとやってます。これも紹介しますね。まずはギターからやってみようかなと。これがもう最近気に入ってる黒いサーレ、これ見たことある人もいると思うんですけども、もともと買った時はもう数年前、だいぶ前かな、スリーシングの状態のものを、ここまで派手に改造したものです。ブリッジを、後藤からウィルキンソンのやつに、差し替えて、でピックアップももともとね、3シングルのキャビティしか入ってないものを最初はシングルシングルハンバッカーに改造して、で最終的には、ハンバッカー、シングルハンバッカーっていう形にしました。ボリュームと、トーントーンっていうレイアウトで、実は、これがネックだけで、これが、ネックのハンバッカーとシングルコイルで、これでいわゆるレスポールと同じハンバッカーのセンターポジションで、これでフルサイズのハンバッカーのタップしないのと、シングルコイルのハーフトーンで、これが、フルサイズのハンバッカー。基本的にはコイルタップをしてない、状態で使ってます。僕はね、割とシングルコイルにあんまりしなくて、ハンバッカーはハンバッカーのままっていう形にしてます。今もちょっと聞こえるかな、ノイズがやっぱ乗るんだけども、まあそれも音のうちかなっていう形で、やってます。でローストメープルネック、メープルネックで、ローズ指板で、ここはあんまり変えてないけども、でも一度これリフレットしました。でスプリングは、3本だけ貼って、ちょっと見えないけども、まあハの字掛けの3本掛けにしてますね。ではまあ何といってもこの楽器がなんかこうリニューアルしたのが、やっぱこのウィルキンソンブリッジ、このロックサドルなんですけども、これが非常にこの音のこの倍音の感じとかもすごいまた新たな感じにしてくれて、これを乗せることによってだいぶこの楽器もまた違った感じになりましたね。でこれがまあ自分のメインというわけではないですけども、3ドットとほぼ同等に使ってます。で今日はね、機材も説明していこうと思います。見えるかな、これが、僕がもう今年から使ってる、マグナトーン M80 っていう、パワーアンプですね。パワーアンプというかもうアンプです。スーパー59、これの、トレモノがついてないバージョンで、チャンネルはロー、ハイとあって、EQ のポイントはこういう感じになってます。インプットをハイに入れてて、で今日はちょっと説明するけども、この、エフェクト、FX8 を通って、センドリターンの中にこれが入ってるんだけども、そういうのを、初めてこのセットで使ってみようと思って、今日はそういうのをやってみてるわけです。でスピーカーはもうずいぶん前、ラックを使ってる頃から使ってるカスタムオーディオアンプリファイアのジェンセンのが2発入ってるやつですね。もうこれはもう、すごくこう、なんか柔らかさとエッジがこう出るというか、ちょっと明るめのトーンだけども、それを、使ってます。じゃあ。では、音の、構成っていうのを、ちょっとね、ここまでやるのはあるんですけども、ここに見えてる限り、この FX8、っていうので使ってる、これ線路の、このアンプから線路で来て、ここに入ってるもので、空間系のエフェクターを、使ってます。それで、このコンプレッサー、コーラスってやつは、これから入って、ここのインプットに入るまでの、前の段階でこれは使ってるやつなんですけども、説明しますね。このコンプレッサー、コーラス、このディレイっていうのがショートディレイに、こっちがロングディレイになってて、で、
これでチャンネルを切り替えたりとかしてるんですけど、トレモノにリバーブっていう状態です。まずは映ってるかな。まずノーマルのクリーン、これがクリーンのソロでコーラスに、このソウルドライブの、クランチソロで、ベンソンのプリアンプを使ったディストーションバッキングのディストーションのソロで、これは8と4はマグナトーンのいわゆるハイゲインっていう積み分けになってます。で、音をちょっとずつ聞いてもらいますね。まずはこのクリーン、このソロ、ソウルドライブのクランチソロになってますね。で、7番がベンソンのディストーションを使いながら、こっち側はマグナトーンはローゲインのいわゆるクリーンチャンネル分に達している形です。ここまでが全部がローゲインの方で使ってて、8と4だけがハイゲインの方を使ってます。これが、ベンソンのディストーションのバッキング、音量をここは全部下げてます。で、ソロですね。8番が、今度はマグナトーンのハイゲインにリバーブだけつけてるやつですね。で、これがマグナトーンのソロにディレイだけがついてるやつ。リバーブですね。